ザッジャンジャン。これうまいよね、アイスコーヒーも。いやそれもうめちゃくちゃ大好きや。これはもうそれ、板川さんですよ、そのマスク。いや、こんなに髪の毛ないでしょ。いやいや、そうですね。ということで、今回はですね、内海哲也選手が西武に電撃移籍ということ。いやまあ、移籍というか、一応的な保証で取られたのもあれば、そうですね、プロテクトされてなかったっていうことで、びっくりしました、本当に。でもさ、この企画でさ、FA を取ったところのチームのプロテクト選手を当てるとかさ、やっぱそういう企画入れていかないからな。なるほどね、それ面白いですね。面白いな。だから広島がまた巨人から誰を取るかだよ。もう人的保障って言ってるからね、だから誰を取るかっていうのは。でも広島は取りたかったのは内海じゃないっていうふうに言ってたよ、はっきり。だから誰を取るかっていうのは、だから誰がプロテクトされてないかっていうのは楽しみだけどさ、まあ楽しみっていうか楽しみにしちゃいかんけど、でも内海っていうのはちょっといい、はい、ですもっくんくしゃみしすぎだろ。お前必死に我慢してるけどさ、その格好が面白いからな。さすがに気になりましたね。気になったよな。宇宙言ってたんですよ。大事ないい話をするのが、まあそういうことで、ちょっとあの成績の方があるんですけど、巨人で通算133勝、最多勝2度、そして優勝経験6度。すごい経験実績は申し分ないよね。西武がなぜ目をつけたか、ここです。出た、出たかジャッジ。交流戦の通算成績なんですけれども、22勝、防御率が 2.81 というもので、これは素晴らしい。大戦力ですね、交流戦。まあそういうこと考えるとさ、パ・リーグをざっと見渡しても内海みたいなタイプっていうのは少ないよね。あんまそうですね、いないってことじゃないけどさ、珍しいタイプかな、パ・リーグにとっては。パワー系みたいなのがすごく頭に浮かぶと思うんだけど、内海っていうのはどちらかというと南東派だからさ、なかなかいないよね。確かに。だからそういう意味では交流戦のこの成績っていうのがうなずける。ただ36歳なんだね。あーそこね。ただ気がつくんじゃない。いやーちょっと楽しみですよね。もうだから内海自身にとっても良かったかもわからない。西武のユニフォーム結構似合ってましたよね。なんかそんなことないですか。巨人のイメージあるけど違和感はもちろんあるんですけど、なんか僕意外になんかそんなに。でもね、それはね大切なことだよな。似合ってんなっていうのもありましたけど、全然似合わないっつっているたまに言うじゃないですか。移籍したはいいけど全然似合ってないっつって、そういうやつは多分活躍しないけど、いや内海がお前似合ってたって言うんだったら結構いい感じ、いい感じはありましたけどね。ただ長くは投げれないよ。やっぱローテーションを守っていこうとすると6回ぐらいまで100球までっていうことをちゃんと守ってあげないと、もう長持ちしない。だけど西武は中継ぎ陣が弱いと。ああだからそこで内海の勝ちが消えたりだとかさ、ピッチャーって勝ち星が重なっていかないと自信にならないからね。いくらいいピッチングしてても勝ち星がないと、悪いピッチングでも勝ち星がついてくるとなんとかなってくるもの。榎木田がそういう意味では今年すごく波に乗れたというか、そうですね、よく打ってくれたしな。お罪の時に打ってくれればいいけどさ。そうですね、やっぱ応援したいよね。いや本当に応援したいです。ジャイアンツにいてもチャンスなかったかも分かんないね。これはやっぱ若返りも多少測っていかなきゃいけないだろうし、そういった意味ではちょっと厳しかったかも分からないね。西武にとってはすごくいい戦力になると思う。即戦力ですからね。いや即戦力もないもん、お前これだけの実績残してたら即戦力だ。これから鍛え直すか、お前若手と一緒に走ってたらそれで終わるよ。いやまあでも一からって気持ちがあるかもしれないですけど。いやまあ一からだよ。これちなみにあの DH になるじゃないですか。で、まあ打席に立たないとかっていうのもあるんですかね、ピッチャー的に。ちょっとこうまあ楽だもんやっぱり。楽だけど投げてるときついよね、ピッチャーが相手いないから。ああそっか、そうピッチャーが打席に立たないから。確かにそうですね。だからその分は神経使うけど、でもまあ22勝というこの実績がさ、パ・リーグ相手に DH を用いて投げた時もあるだろうし、だからそういった意味ではあんまり気にしないんじゃない。で打つのそんなにバッティング良くないしさ、誰か代わって打ってくれるんだったら打ってくれた方がいいでしょう。その分抑える、その分抑えるって楽しみっすね、本当に。いやもうちょっとただただしっかり追っていきましょう、来年。いや本当にそうです。いやだからジャイアンツの選手っていうのはそういう面では精神的にも鍛えられてるよ。競争とかプライドだとか闘争心だとか、やっぱ負けれない上昇軍団だから、そういった意味ではその気持ちが萎えてなかったら俺は活躍できると思う。ということで内海選手ね、ぜひ頑張ってください。